FM 新潟では毎週月曜日夕方6時3分ごろから一般社団法人新潟県建設業協会提供サウンドスプラッシュ新潟を支える森人たちを放送しています。本編は2月11日月曜日放送の近藤組遠藤達義さんのインタビューです。どうぞお楽しみください。新潟を支える森人たち、一般社団法人新潟県建設業協会の提供でお送りします。大海玲子です。この時間は私たちのライフラインを支える建設業に携わる若手社員の皆さんのインタビューをお届けします。仕事のやりがいや目標などを伺っています。今回はこの方です。株式会社近藤組の土木部と施工管理をやってます遠藤達義です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐渡市の株式会社近藤組土木部で施工管理を務める遠藤達義さん、入社6年目の23歳です。はじめに遠藤さんが近藤組に入社したきっかけを伺いました。高校3年生の時に、進学するか就職するかっていうところでまず悩んだんですけど、高校生の時からバンドを組んでたんで、そのバンドメンバーと一緒に佐渡に残ってバンド続けたいっていうのをきっかけに、佐渡で就職しようって決めました。で、その時のバンドの知り合いの方に、今の会社で勤めてる先輩がいまして、その時に声かけてもらって、最初はなんとなく職場見学したんですけど、それがきっかけで今こうして働いてますね。近藤組がこれまでに作った主なものを建築工事、土木工事合わせて教えてもらいました。有名なところで佐渡金銀山に絡んだところで、佐渡の奉行所だったりとか相川支所や相川消防署とか最近作りましたし、あとは今、金銀山世界遺産にするためにそのガイド施設を作ってるんですけど、そういった建築関係は結構盛んですね。土木関係で言ったら、あとは消波ブロックだったり、あと開封大橋、立派な橋ですよね。そうですね、はい。遠藤さんは仕事が辛い時期もあったそうですが、それがあったからこそ今があるといいます。自分が入社して2年目の時に、農作物作る時の、水ためるため池の改修工事があったんですけど、その上司の方がめちゃくちゃ厳しくて、仕事だけじゃなくてそういう生活の面っていうか、挨拶とかだったり人の接し方だったりとか、あとよく言ってたのが自分で考えて、行動しようみたいな、人に聞くのもいいけどまず自分で考えて、それでもダメなら人に聞けっていうようなタイプの人間だったんで、それで自分なりに考えていろいろ仕事をして、すごいいろんなものを吸収しましたね。じゃあその時のこう考えてっていう経験は、今の仕事にもつながっていますか？そうですね、はい。自分で考えて意見出して、それで作業員の親方とかとこういう自分の意見をぶつけて、で向こうも向こうの意見ぶつけてっていうような、そういうコミュニケーションを取って、今仕事をうまくいっています。仕事が嫌になったりとか、くじけそうになったりってことはなかったですか？いや、たくさんありましたただその時期があったからこそ、今こうやっていろんな工事もできてるかなっていうような感じがするんで、今はだいぶ知識もついてきて、仕事の楽しさというのが分かるようになってきたかなというような感じです。仕事の楽しさ、どんなところに感じているのでしょうか？ものができていくその流れとかを目で見れるっていうのも楽しいですし、あとはその、自分が作業するわけじゃないんで指示する側なんですけど、そういった人とのコミュニケーションとかが、うまくいって、そういう現場がスムーズに進んだりっていうのがやっぱり楽しいかな。建設業って接客とかとは違いますけど、人と接することが多いんで、そういったコミュニケーションとか今楽しいなって思います、ね、災害時の緊急対応も遠藤さんたちの重要な任務です。大佐渡スカイラインとかも、近藤組で一応管理とかもしてるんですけど、一回土砂崩れとかがあった時に行って、緊急対応とかも取りましたね。その被害が大きくならないように、
まあ、例えば山が崩れてたら大型土のうっていうもので、まあ、止めて山がこれそれ以上崩れないようにしたりとかっていうのを、まあ、我々施工管理の人間がまず現場を見に行って状況を把握して、まあ、どういった対処を取るかっていうのをまず考えて、それでまあその作業する方たちにまあそう指示を与えてで、まあ、手配してとかって、まあ、結構時間との勝負っていうところもあるんで結構ドタバタするんですけど、まあ、ただ終わった後とかは結構やりきった感はありますね。最初その行ったりその緊急があった時に行ったりした時は自分に何ができるんだろうなっていう不安とかがすごいありましたね。今でもまあ不安とかはありますけど、ただまあやっぱり仕事を覚えていくうちにこういった時はこういう対処をするっていうようなことがやっぱり知識がついてきたんで、まあ、今では何かあっても対応できるかなっていうような感じですね。今回は株式会社近藤組の遠藤達義さんをご紹介しました。これまでのインタビューの模様は YouTube FM 新潟公式チャンネルでもご覧いただけます。新潟を支える森人たち、一般社団法人新潟県建設業協会の提供でお送りしました。FM 新潟一般社団法人新潟県建設業協会提供、サウンドスプラッシュ新潟を支える森人たちは、2019年3月25日まで毎週月曜日夕方6時3分頃から放送しています。どうぞこちらもお聞きください。ありがとうございました。